ほらほら、有金全部出せってんだよ。ん？も、持ってないです。勘弁してください。あ？持ってねえ？ふざけんな、くれ。やめろよ。なんだ、てめえは。今だけ流行んねえぜ、カツアゲなんてよ。うるせえんだよ。え？おめえ、スカコのハズキか。ハズキ？だったらどうした？ビビってんじゃねえよ、こんなガキ。喧嘩じゃ負けねえよ。ゴロさん、待ちやがれ。くそー、舐めてんじゃねえぞ、くそやろ。やりやがったな。いてえ、やっぱりついや。なんだよ。一つ聞きたいことがある。はい、何でしょうか。第八倉庫ってどこにあるか知ってるか。はい、この道をまっすぐ行くと倉庫街があるっす。そこを右に曲がればあるはずっす。倉庫街を右に入るんだな。はい、じゃあ俺たちはこれで失礼します。入っちゃダメだって何度も言ってるだろ。どうやって入り込むんだ、この親父は。不思議だよな。どうかしましたか。お若いな。今日は冷えるの。缶コーヒーでもおごってくれんかね。これはあのおじさんに持っていくか。さあ。おお。ほっとするよ。ありがとう、お若いの。じいさん、どこに住んでるんだ。この港さ、もう3年になるかな。そうか。じゃあ体に気をつけてな。ああ君、関係者じゃないだろう。さっさと出るんだ。他に入り口はないのか。窓が開いてる。足場がないと高くて登れないな。
よっ。ここに何か手がかりがあるはずだ。話し声だ。誰かいるのか。おい、この荷物の伝票行き先がまた間違ってるぞ。あ、本当だ。あれだけ間違わないでくれって言ってるのにな。ちゃんと旧倉庫が行きって書いてあるのに、どこ見てんだか。悪いけど、向こうの第8倉庫に連絡してくれる。わかりました。ここの他にも第8倉庫があるのか。よし、旧倉庫街を探してみるか。ああ、ちょっと。関係者以外は立ち入り禁止だよ。さあ、出て出て。夜を待つか。お姉ちゃん。あら、舞。どうしたの？お金貸してよ。ダメよ。いいだろ、少しぐらい貸してくれたって。ダメって言ってるでしょ。どうせろくなことに使わないんだから。ケチ。もう姉ちゃんには頼まねえよ。マイ、久香さん。あ、りょうくん。どうかしたんですか。マイっては最近悪い友達と付き合ってるみたいなの。あんな子じゃなかったのに。そうですか。ねえ、りょうくんからも前に言ってもらえないかしら。私の話全然聞かないのよ。俺が？ええ、りょうくんなら子供の頃から知ってるし。お願い、言ってくれる？やってみます。本当？ありがとう、りょうくん。いえ。前なら港の奥の方にいると思うから。わかりました。舞ちゃん。なんだよ、両兄。舞ちゃん、姉さんが心配してる。帰ろう。んだよ、こいつ。ほっとけよ。うぜんだよ。あんまり感心しないな。てめえ、調子ぶっこいてんじゃねえよ。てえな。女がこんなもん振り回すな。なんだよ、両兄。舞ちゃんに説教するつもりはない。ただ信じてくれてる人を裏切るなよ。後悔する。両兄。どうだった、りょうくん。どうかな。本人次第ですよ。久香さん、ところで。何？旧倉庫街って分かりますか？ええ、知ってるわよ。ちょっと遠いけど、この道の先よ。ちょうどこれから配達なの。配達？ええ、旧倉庫の警備室。警備室。久香さん、配達なら俺が行きますよ。本当？助かるわ。もうお金はもらってるから。わかりました。でもね。え？警備員さんは10人なのに、いつも2つ多いの。どうしてかしらね。2つ多い。じゃあお願いね、りょうくん。すいません、ホクホク弁当ですけど。
お前、配達を頼まれまして。12個ですね。おお、じゃあそこに置いてくれ。はい。千葉、お前も8時から新倉庫街か。ああ。んだよ、またこっちの人間足りなくなるのかよ。ただでさえ夜は大変なのによ。おい、いつまでも何してんだ。用が済んだら帰んな。はい。夜の8時から9時の間がチャンスか。伊坂さん、行ってきました。ああ、場所すぐ分かった。ええ、まあ。ほんと助かっちゃったわ。ありがとう、りょうくん。いえ。はい、もしもし。危なかった。よし、今のうちに。何か書いてあるな。第6倉庫。ここは違うな。警備員か。見つかると面倒だな。あった、ここが第8倉庫だ。待ちなさい、起床。陳大臣。陳大臣。君が電話をしてきた若者だね。はい、葉月亮です。この手紙に緊急の場合には陳大臣に助けを求められよと。拝見してもよろしいかな。はい。間違いなく主の筆跡だ。しかし手紙が届くのが遅かったようだな。はい。その修玄達という人と親父とはどんな関係が。主と君の父上が中国からある鏡を持ち出したと聞いている。鏡？あの男が持ち去った。男が持ち去った？はい、親父を殺した蘭亭という男が。蘭亭、知ってるんですか。いや、詳しくは知らぬが、私有門という組織の幹部でそのような名の男がいると。恐ろしい剣法の使い手と聞いている。そういえば見たことのない剣法を使っていました。ならば間違いあるまい。どういうことです、教えてください。なぜ親父が。こんなガキに関わるのはやめてください、父さん。父さん。そうはいくまい。主が私に頼れと言った男の息子だ。でも奪われた鏡は一枚か。え？奪われたのは一枚かと聞いている。はい、竜の模様の
石でできた。ならばもう一枚ある。確か鳳凰の鏡だ。鳳凰、中国の伝説の鳥、命を司る鳥の名だ。その鏡がうちに。鏡を探し出すのだ。話はそれからだ。わかりました。また来ます。これからは事前に電話で連絡したまえ。合言葉を忘れぬようにな。あの、イネさん。はい、何ですか。いや、あの日のことだけど、何か思い出したことはないかな。いいえ、思い出したくもありません。今でも恐ろしくて。そう。あ、福原さんが探しておりました。え、福さんが。福さん。あ、あの、リオさん、俺。どうした、福さん。すんません、俺、イネさんに喋っちゃいました。何？リオさんが今、何をしてるのか、知ってること全部。なんだって。俺、黙ってるなんて、できません。イネさんだけ何も知らないなんて。福さん、本当すんません。いいんだ。それより福さん、鳳凰の鏡って知らないか。鳳凰の鏡。親父が持っていたかもしれないんだ。いえ、先生からは何も聞いてないっす。そうか。イネさんなら何か知ってるかもしれませんね。ああ、イネさんに聞いてみるか。あ、イネさん。福原さんのお声が大きいものですから。え？先ほどのお二人の話を聞いてしまいました。さっきの話を。はい、私が悪うございました。あ、そんな。いいえ、リョウさん、葉月家の男子に危険を避けて通れなどと、どうして私などが言えたのでしょう。旦那様にも顔向けできません。イネさん、すまない、心配ばかりかけて。リョウさん、実は一つ思い出したことがあるのですが、お役に立つかどうか。え？あの日の少し前のことです。旦那様が骨董屋に何かを預けておいででした。親父が何を。それが何であるかは、ただとても大事なものだと。骨董屋。葉月くん。原崎。何か進展あった。ああ、親父、俺に何か残してくれたらしい。お父さんが。ああ、じゃあまたな。ええ。ごめんください。お、どうです、良い音でしょう。蝶々夫人が特別に作らせたものです。ほら、マダムバタフライ、ご存知の。お宅、葉月先生のところの。ああ、これはこれは、この度は先生が飛んだことに。ああ、ああ、先生に頼まれてたものがあるんです。
どこだっけな。あ、そうだ。大切なものだからここに。先生から磨き上げてくれとお預かりしたものです。親父から。葉月家の跡取りが18歳になられた折、代々受け継いでおられると伺っております。私でお役に立つことがあればなんなりと。先生には随分とお世話をしていただきましたので。何か他にも預けていませんでしたか。他とは。宝鏡という鏡とか。鳳凰の鏡、心当たりはありませんな。そうですか。ありがとうございます。これをください。はい、ありがとうございます。それは飛騨の高山で仕入れたもので、中国と交流のあった道場から発見されたものです。これを。葉月くん、またね。まさかあんたたちも乱亭の仲間だったのか。だとしたら。これ以上やっちゃお前のボディーガードとして失格になる。ボディーガード？親父に頼まれたのさ。何？そう怒るな。お前には生きていてもらわないと困るんでな。どういうことだ？お前はまだ自分の立場を分かっていない。鳳凰卿が蘭亭の手に渡ったら、あの男に逆らえる者はいなくなる。早く鏡を見つけ出すんだ。奴らが気づくよりも先にな。くけー、蘭亭様、宝鏡。福さん、なんすか。骨董屋でこれを受け取った。刀の鐔ですね。ああ、
親父の形見になってしまった。そうっすね。見覚えないかな、例えばこの模様とか。多分家紋っすよね。稲さんに聞きました？いや、まだだ。じゃあ聞いた方がいいっすよ。そうだな。確か仏間にいましたけど。わかった。骨董屋でこれを。そのツバは。イネさん、何か知ってるのか。雪輪に二つ星に一つ剣、葉月家の紋所でございます。お探し物に何か関係があるのでは。旦那様が導いてくださっているように思えます。雪輪に二つ星に一つ剣。ありがとう。この形はなぜこんなところに。よし、よし、開いた。この刀は。なぜこんなところに。一体何の穴なんだ。よし、こんな仕掛けがあったのか。一体どこに通じてるんだ。これであとはスイッチを入れれば。なんだ、棚を引きずった跡か。あそこの壁、微妙に色が違うな。この斧なら壁を壊せるかも。
これは葉月家の家紋。この箱は許可。鏡が見つかったんですか、リョウさん。これが鳳凰鏡っすか。俺、なんか怖いっす。引き込まれるような気がする。りょうさん、やめてくださいよ。これ、まさか呪いの鏡じゃ。俺は、そうは思わない。え？なんか感じるんだ、うまく言えないが。ほら、そういうのが一番危ないっす。もう、りょうさんの魂が。福さん、真面目に聞いてくれ。俺は大真面目っす。もういい。ちょっと一人で考えさせてくれ。あ、はい。この鏡を陳大臣のところへ。もしもし。母なる地、我が友、父なる天、九つの竜、第八倉庫だ。陳大臣をお願いします。失礼ですが、そちらは？葉月と言います。お待ちください。何の用だ？ああ、鏡が見つかった。親父に伝えておく。第八倉庫に来い。わかった。あ、君。すいません、陳大臣に会いたいんですが。お名前は？葉月と言います。ああ、それなら伺っています。どうぞお通りください。これが鳳凰鏡。まさしく幻の灯火緑石。蘭亭はなぜ竜鏡だけを？父上が鏡を2枚とも持っていたとは知らなかったのだろう。2枚の鏡。かつて修験達が私に語ってくれた。竜と鳳凰が出会いし時、天と地の扉が開かれ、蚩尤が大地によみがえるという。蚩尤？この世の全てを食らい尽くすという中国の伝説の怪物だ。蘭亭は2枚の鏡を使って何かをやろうとしている。一体何を？それは私にもわからん。しかしその鏡は手放してはならん。気づかれぬよう注意しなさい。見つかったらお前の命はないということだ。ん？くしゃー！くしゃー！くしゃー！
ちだった。おのれ鏡2枚、男性様喜ぶ。ショウ、そうか、ハツキ、そのボタンを押せ。しまった。助かりました。マッドエンジェルスの手先でしょうか。マッドエンジェルス、俺たちと対立関係にある組織だ。薄汚い連中さ。あれはシユーモンの息のかかったものだろう。シユーモンだって。シユーモンとマッドエンジェルスはつながっている。おそらく彼らが乱帝を手引きしたのだろう。じゃあマッドエンジェルスを探れば乱帝にも。いや、奴はもうここにはいないだろう。乱帝はどこへ。おそらくすでに香港へ。香港、頼みがあります。頼み、何かな。行かせてください、香港へ。行ってどうする。乱帝を見つけ出す。そして。やめろ、お前では乱帝には勝てない。なんだと。やめなさい。俺は親父の仇を討ちたいんだ。ご立派なことだな。だがお前に勝ち目はないぞ。じゃあお前ならどうするんだ。もし目の前でこの人が殺されても黙っているのか。お願いします、香港へ。悪いが協力はできない。行くぞ、気象。待ってください、陳大臣。命を粗末にするものではない。自由門ですか。で、乱帝は香港に向かったらしい。香港。香港は無理か。福さん、どこか安い旅行会社を知らないか。そりゃドブ板にはありますけど。ドブ板か。なんでですか。香港に行こうと思う。香港。ああ、乱帝は香港に行ったようだ。そんな稲さんにはなんて。説得する。一人じゃ無理っすよ、俺も一緒に。
イネさん、ちょっと。はい、何でございましょう。突然だけど、俺、旅に出ようと思う。旅ですか？ああ。心の慰めに、と。ああ。行くあてはあるのですか？香港。香港？福さん。先生を殺した男がそこにいるらしいんです。イネさん、どうか涼さんに旅費を出してやってください。バカ。なんということですか、涼さん。ああ、いや。ダメです。そのような無謀な真似を葉月家の後継ぎに。そこをなんとか、イネさん。聞けません。イネさん。聞く耳を持ちません。あれ？福さん、あの、俺まずかったっすか？あんな言い方はないだろう。え、あ、そうですね。自分で何とかするしかないか。いらっしゃい。あの、ちょっと待ってよ、ここ読んじゃうから。すいません。もう待ってって言ってるでしょ。香港に行きたいんです。そこにパンフレットがあるわよ、それ見て決めて。17万か。他には？もうめんどくさいわね。あの、安いプランで。じゃあこれ、これ以上安いのはないわよ。15万8000円。もっと安いのは？もうないわよ。そうですか。ちょっと、せっかく出したのよ、このパンフレット持って帰りなさいよ。香港ツアー結構高いっすね。ちょっと待ってください。リオさん。なんだよそれ。俺の貯金です、リオさんに使ってもらおうと思って。福さん、俺何かの役に立ちたくて、せめてこれくらい。遠慮はいりません、待ってください。いいのか？はい。結構あるはずなんですが。ひふみよ、これと、39,634円。まだ足りないな。そうっすね。そうだ、花屋の間さんっすよ。花屋の間？原崎のとこか。そうっすよ、よく海外に行ってる人なら何か知ってるんじゃないっすか。そうか、よし行ってくる。はい。原崎。葉月くん、何かしら。原崎ってカナダに行くときはいつも飛行機なのか。ええ、いつもそうだけど、どうかしたの？海外に安く行く方法を探してるんだ。葉月くんが行くの？ああ、予算は7万ぐらいなんだ。7万円か。で、行き先は？香港に行くつもりだ。香港、旅行よね。難しいんじゃないかしら。
チケットだけでもいいんだ。だったら船便はどうかしら。船便か。おばあちゃんとカナダに行くときは船なの。そうなのか。ええ、飛行機嫌いだから。あ、これ内緒ね。ああ、船なら格安のチケットもあるんじゃないかしら。わかった、ありがとう。いらっしゃい。すいません。何よ。こちらで香港行きの船便を扱っていますか。船便あるけど。いくらですか。船便あった、これよ。これだ、一番早い便を。早い便だったら前金もらわないと手配できないわよ。わかりました。どうも。何？手続きしとくわよ。チケットは？3、4時間したら取りに来て。わかりました。じゃあ3、4時間後に。いらっしゃい。葉月ですが、チケットを取りに来たんですけど。え？聞いていないな。香港行きのチケット代もう払ったんだ。誰に？女の人に。女？知らねえな。なんだと？お前らグルなのか。変な言いがかりつけてんのはお前の方だろ。どこで覚えたんだそういうこと。おい兄ちゃん、あんまり調子こくんじゃねえぜ。いい加減にしろ、もう金は払ってあるんだ。わかりました、ご用意させていただきます。約束を破ったらどうなるか。はい、明日からご連絡を。お兄ちゃん。めぐみちゃんか。お兄ちゃん、みみちゃんがいないの。そうか。めぐみがさっき来た時からずっといないの。戻ってくるかな。よし、探してあげるよ。めぐみちゃんはここで待ってな。お願いね、お兄ちゃん。ん？猫が鳴いてるな。もっと下の方か。こんなところにいたのか。あ、いた。原崎。ひょっとして葉月くんも探してたの？ああ。優しいのね、めぐみちゃんには。いたわよ、めぐみちゃん。あ、本当だ。ミミ、ミミちゃん、どこ行ってたの？心配するでしょ。よかったわね。うん、ありがとう、のぞみお姉ちゃん。うん、葉月くんが見つけてくれたのよ。お兄ちゃんもありがとうね。ああ、よかったな。じゃあ私、友達と約束があるから、またね。ああ。Thank you.
はい、葉月武官です。え、アジア旅行者？はい、ちょっと待ってください。あ、もしもし、アジア旅行者のジミーです。チケットが手に入りました。それでお手数ですが、葉月さん直々に取りに、昼12時ドブ板のゲームセンターへお願いします。リョウさん、何です？今の電話チケットさ、香港行きの。そうっすか、出かけてくる。あ、はい。もうこんな時間か。香港、船のチケット、ここね。でもお前、香港行けない。蘭亭の仲間か。俺様が蘭亭様の恐れ多い。じゃあ俺に何の用だ。お前、修験たちのこと知ってる。その情報を俺様によこす。蘭亭様修験たちをお嫌い、俺様褒美もらえる。お前、蘭亭のこと知ってるのか。何者なんだ蘭亭ってのは。俺様より強けりゃ教えてやる。リョウさん、邪魔が入った。お楽しみ取っておく。今日は黙って休んでください。チケットをよこせ。うわあ、ありません。ふざけるな。すいません。すいません。うちの店員が金を持ち逃げしてしまって。でも勘弁してください。これでも寮も子供がいるんです。そんなこと知るか。まだチケットを受け取ってないんだ。あのフィリピン行きのチケットならここにあります。こんなものもらったって。夜逃げしようと用意していたんです。この通り、うちは不渡りを出して倒産。
もうどことも取引できないんです。ふざけるな。 あの男は何者だ。よく知りません。でもマッドエンジェルスの仲間らしいです。マッドエンジェルス、そいつらどこにいる。言えません、奴らに殺される。言え。港です。ボスは誰だ。知りません。でも奴らは港の労働者を仕切っています。港で働けば会えます。なぜだ。新入りには必ずご挨拶があるそうですから。港か。